ねえ、あなた、まだ帰ってくれないの？もう、すぐ戻ってくるって言ってたじゃない。単身赴任延期になりそうって。もう早く戻ってきて。うん、分かった。でも寂しくて死んじゃう。うん。あ、ちょっと待って。あ、お姉ちゃんから電話かかってきた。後でかけ直すね。はい、もしもし。うん。え？和也くんを預かってほしいって？うん。うん、わかった。じゃあまた連絡して。はい。はーい。あ、もしもし。なんかね、お姉ちゃんが、和也くん預かってほしいって。旅行行くんだって、来週から。うん、うん、まあそういうことだからさ。うん、はーい、連絡してね。うん、わかった。はい、おやすみ。入って。うん、お願いします。達也くん、いらっしゃい。どうぞ、上がって。達也くん、いらっしゃい。今飲み物用意するから、そこ座ってて。はい、どうぞ。はい、お菓子もね。和也くん、何か欲しいものあったら言ってね。あ、いや、僕のことはそんな気にしなくて大丈夫です。あら、そう？
まあいいわ。でも本当に遠慮しなくていいからね。はい。和也くんは偉いね。いつもこうやってお勉強してるんだ。将来何になりたいの？なんかこう漠然とですけど、政治家とか弁護士とか。人の役に立つ仕事を、ですかね。偉いのね。いえ。ねえ、和也くんって彼女とか作らないの？彼女とかいるの？作らないの？そういうのはあんまり興味ないって。一人だと寂しくない？ほら、私なんか結婚しててもうちの人いないから寂しいのに。あの人ずっと単身赴任で、こんなに一人でお家にいたの人生で初めて。私ね、昔から異性がそばにいないとダメなのよね。ねえ、和也くんは？若いうちはいっぱい遊んでおいた方がいいわよ。
これだけ誘惑しても襲ってこないか。あ、起きてたんだ。こんな格好で。あ、もしもし。もしもし、聞こえる？